はい、経過物運送業を展開しております合同会社おもてなし便代表社員の椎根義晴です。今回はですね、ずっと引き続いてシリーズやってますが、弊社のお試し横乗り体験に来ていただいている小倉さんのインタビューをお送りいたします。ということで小倉さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では今回は小倉さんのビジョンをですね、お聞かせいただければと思います。はい、そうですね。まあ、ビジョンといいますか、はい、まあ、年齢も62歳ということですので、はい、まあ、と言いながらまだまだ体元気ですので、うん、自分のペースで、あと10年ぐらい、はい、もっといければもっとですけども、うん、働いていたいというのと、あと、できれば、この例えば、この業界でやっていくとすると、ね、物流に関してですね、はい、からもっとどんどん広がっていく、ような感じがしますので、そういう中で、スタートとして実際の実務のところを、しばらくやらせていただいて、この先の世の中の流れに、沿ったような形でもっと別の形で、こういう業界に対して何か、新たな、アプローチできればいいなというふうな、ちょっと漠然としたな。素晴らしい。全然漠然としてないですけど、素晴らしいです。ありがとうございます。もう素晴らしいお話を、聞かせていただきました。ありがとうございます。はい、では、小倉さんのインタビューはまだ何回か続きますが、また次回お願いいたします。どうもありがとうございました。